はい。ということで、こちらがですね、20階プレミアムフロアのエレベーターホールになってます。かなり廊下広いですよね。で、壁にはこんな感じのアートも飾られております。ちょっと部屋番号見にくいですが、こっちの方にですね、長いジュワーンっていう感じになってますね。はい。まっすぐありまして、両側に部屋があるという感じで、今回ですね、泊まらせていただくお部屋は、なんだ、プレミアムフェイスサイドビューダブルとかいうお部屋で、ございまして、フレンドフレスタの、ルーム付きはこんな感じですね。結構まあ広いというか、このデコボコの壁がある感じが、なんかね、個性がある感じでございます。はい、ここかな。はい、ということで、2018になってます。入ってみたいと思います。じゃん。じゃん。はい。ということで、入ると、いきなり右側には、こういった形で、暗いね。ちょっとごめんなさいね。こういった、スリッパ、使い捨てのスリッパと、靴べら、それからハンガー、木製のハンガー、あとは消臭スプレーなんか置いてあります。傘立てもあるのもね、なんか長期滞在を目的としてるんだなぁ、という感じありますよね。はい。で、今来たようにですね、こういった L 字型になってまして、こんな感じでですね、部屋が配置されております。左側はですね、入ってすぐの左側のところにこういった姿見がありまして、こういった木枠、黒い木枠で囲まれている感じですね。で、床は、これフローリングですかね。ここまでフローリングになってて、お部屋の方がカーペット。で、ここが一段上がってですね、ここに、何なんでしょうね。昔は洗濯機があったんですかね。今はですね、こういった形で冷蔵庫と、それから電子レンジが置いてあります。おー、なるほど。三洋さんの、電子レンジ、それからシャープさんの冷蔵庫、ね。冷蔵庫は2ドアになっております。はい。2ドアなので、冷蔵庫も使えるかな。ちなみに、この冷蔵庫は2008年製なんで結構前ですね。13年前ですかね。はい。という感じになっております。はい。で、お部屋、こんな感じでございます。じゃーん。てれんてれん。テレンテレン。はい。ということで、めちゃくちゃコンパクトですね。思ったよりもなんか、ちょっと狭いイメージがありますね。はい。まあ、カーペットすごく高級感あって、千鳥格子っぽくなってますが、ベッドは、普通の感じですかね。こっちから見ていくとですね、まずこういった、すごい、なんていうのかな、幅の広い引き戸になっていて、そこを開くとですね、ここにもこういったクローゼットがあります。クローゼットのとこには、またここにもですね、木製のハンガーがあったり、あとはですね、ここも入っていけるかな。ちょっといけるか。なんと、足のマッサージ機が置いてありますね。フットマッサージ機、それからアイロン台、アイロンが置かれてます。はい、ということで、長期滞在を目的としてるんでしょうか。で、こっちを開けますと何もないという感じですね。はい。という感じの構成になっています。で、ベッドの方はですね、どうだろう、これ140センチメートルじゃないですかね、160センチメートルない気がします。の、ベッドになっていて、そこにですね、こういったオリジナルの、セパレートのですね、部屋着、ルームウェアがあるという感じになってます。まあ、ベッドもですね、至って家にあるようなアットホームな感じのベッドになってます。で、サイドテーブルがあって、ちょっと照明があるという感じですが、ちょっとまあ個性的なのはこの壁紙ですかね。かなりインパクトのあるこういった壁紙と、ちょっとね、こういった黒を基調としたシックな壁紙になっているのがちょっと特徴的かな。まあ天井も普通のマンションよりはちょっと高いかな。250ぐらいあるんですかね。という感じになってます。はい、この壁紙もかなり個性的であります。で、ここにですね、結構長いテーブルあります。壁に。形でですね、そこに、パナソニックのですね、どうでしょう、32あるかな、32型のパナソニックのテレビ、
それからですね、ここのところに棚がありまして、一番上の棚は何もないんだけど、二段目のところにですね、タイガーさんの電子ポット。それからその隣にですね、コーヒーカップ、ソーサーはないですけども、それとガラスコップが、それぞれ一つずつ置かれているという感じです。で、テーブルの上にはですね、こういった照明とか美容ミラーなんかも置かれております。で、下の方にですね、アメニティバーがありまして、アメニティは自分で持ってくるようになっているので、まあ、こんな感じでですね、入浴剤もありますし、あとは、ちょっと化粧パウチなんかも置いてあるという感じですね。椅子はちょっと小さめかなの、こういったビジネス風な感じの、椅子になっているという感じですね。で、こっちのところには、まあ、ラウンドリーのやつと案内だけかな。特に何もないかな。はい、という感じになってます。はい、という感じでございますね。ここにですね、あと、パナソニックかなのナノイーの空気清浄機、種類タイプがあるという感じでございまして、この隣が、ベージュの扉が水回りになっているという感じですね。なんとここ、やっぱり昔ね、家、アパートメントハウスだったからだと思うんですけども、ここで玄関と通話ができるようになってますね。すごいね。実際にお客さんに来たら通話できるのかな。まあ、ただここのですね、いいところは、ここの窓ですね、もうすでに、皆さん見てわかると思うんですけども、かなり開口部でかいです。そして、なんとバルコニーがついております。ちょっと開けてみますね。じゃーん。どうでしょうか?じゃーん。またお台場とは一歩違う感じの、一味違う感じのですね、あれになってますね。ちょっとね、あ、開けてみたいんだけど、どうしたら開くのかな。よいしょ、あ、こうやって開くのか。はい、ちょっと出てみたいと思います。あ、緑にもなってますね。じゃん。おー、ちょっと怖い。高いな、これ。おー。はい、こうやって見るとですね、かなり向こうのあのお台場の方も見えますし、ね、ここの、漫画も見えるし、あとあそこがビッグサイトっていう感じで、こっちが新木場とか豊洲、新木場の方かな、という感じでですね、かなり眺望はいいです。ちょっとね、このね、あのなんだ、バルコニーの、床はね、あんま綺麗ではないですけど、眺望は抜群です。という感じで、こっちからですね、お部屋の方を見ると、こんな感じになっているという感じにございます。ようこそ我が家みたいな感じですかね。本当にマンションの一室みたいなお部屋でございます。以上です。はい、それでは水回り見てみたいと思います。ダン!おー!なんと、普通の家だね、まさにこれは。見てください、この洗面台。普通の家にある洗面台とどこも変わらない。しかもサンウェーブですね、これ。普通の本当の家庭用の感じですね。しかも、なんていうのかな、この時代を感じるというか、朝シャンが流行った時で、洗面台にこういったシャワーがついておりまして、シャワーが、髪が洗えるようになってますね。ここにドライヤーがあって、ドライヤーはヨニティ、そしてから、ハンドソープは後世になってます。あ、ここにもあれがあったんですね、最低限の。ヒゲ剃りと、ボディスポンジと歯ブラシがあります。でもまあ、洗面台が大きいから、実用的なことを考えるといいですね。あ、サンウェーブって書いてますね、やっぱり、ね。もうサンウェーブ、見た目そのままサンウェーブです、ね。はい、トイレはですね、トート社製のウォシュレットになっております。ね、随分昔のタイプだからすごいシンプルなタイプです。あ、ここにブレーカーもあるもんね。すごいね、家庭的です。そして、僕映っちゃうからあれだけど、ここがお風呂になってまーす。はい、お風呂も本当に、ね、高さの低いユニットバスでございまして、ちょっと下に段が入るところなんかもう本当家庭的ですね。ここに、ちっちゃいですね、こういったお風呂とシャワーがついてるという感じで、この辺は、トート社製ですね。全部ね、シャワーも含めてトート社製になってます。そして、GHC のアメニティ。まあ、これが、トイレタリーになっているという感じですね。まあ、ただ狭いけど、こうやってね、バスの、椅子と、フロー系があるという感じにはなっているという感じですね。はい。まあ、タオルはちゃんとしてるかな。はい。という感じでございます。床は、ここはクッションフロアになっているのかな。という感じでございます。以上です。
今回泊まらせていただいたお部屋はですね、プレミアムベイサイドダブルルームというですね、ちょっとかなり期待できそうな名前のお部屋でございました。ベッドタイプがですね、140センチメートル幅のダブルサイズ、マットレスはシモンズ社製です。食事が、朝食付きで、広さがですね、20.5 平方メートル、料金がですね、税込み2名で、12,597 円という形でございました。選んだポイントは、相鉄のグランドだっていうところと、眺望。それで、予約はですね、今回、アゴダ経由で予約をさせていただいております。はい、今回の部屋の平面図、こんな感じになっております。結構ね、正方形に近いような形の長方形になっていますが、エントランス入るとですね、まあ右側に、ちょっと、家具とか置くスペースがあるんですけども、実際は今は冷蔵庫しか置かれてないですね。もしかしたらここにキッチンとか洗濯機とかがあったのかもしれないですね。はい。で、左側にですね、水回りあるんですけども、バスルームがちょっと狭め。で、奥に、ダブルルーム、すいません、ダブルベッドがあるんですけども、まあそこのスペースもですね、ちょっと狭めという感じでございます。まあその代わり、窓があってですね、さらに、そこからバルコニーが出れるという感じになってます。まあちょっとね、バルコニーが汚かったのが残念ではあるんですけども、そこからの眺望自体は良かったです。はい。南東向きの部屋で、面積が 20.5 平方メートル。天井高は271センチメートルとなっております。数字のみの部屋データでございます。ということで、天井高は若干高めですね。ただバスルーム、それからバスタブが狭めという感じになっております。築12年6ヶ月のホテルという形になっています。こちらのホテルはこんな人向け。まあそういった意味ではですね、まあ割と幅広いかなと思います。まあ一人旅でもいいですし、友達同士とか家族で、この辺ね、お台場とか、臨海、ディズニーランドも含めて行くのにもいいかもしれないです。ビジネス利用も向いてると思います。あとはね、喫煙室が、喫煙ルームがあるんで、喫煙者にも向いてるのかなというふうには思いました。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。こちらのですね、相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明はですね、有明プライムビルというところの中に入ったホテルになっています。もともとはですね、東京都がこの臨海エリアで開発案件で公募したんですけれども、そこでですね、米国の不動産ファンドがですね、こちらの有明プライムビルっていうのをこう建設いたしまして、で、2009年6月25日に、この有明プライムビルのですね、1階から16階がホテルサンルート有明、で、17階から20階がレジデンシャルホテルのビーコンテ有明という形でですね、開業をしています。その後ですね、17階から20階に関しては、2014年、1月、つまり、オープンしたが5年経ってからですね、オークウッドホテル&アパートメンツ有明という風なところに変わりました。まあ、ビーコンテが撤退してオークウッドが代わりに継承したという形ですが、まあ、それで、しばらく続いてたんですけど、また4年後ですね、今度は、オークウッドさんも撤退しまして、ホテルサンルート有明の、プレミアムフロアという形でですね、再スタートを切ることになりました。ということで、こんな、いわゆるバックグラウンドがあるもんですから、プレミアムフロアとですね、通常のフロアはエレベーターが違うというふうになっています。ホテルサンルートがですね、その後、相鉄グループ入り、したということもありまして、2019年からはですね、相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明という形にリブランドされております。まあ、ということでね、まあ、決してこう、新しい建物ではないというふうな感じではございます。はい、運営会社ホテルマネジメント、相鉄ホテルマネジメントについてはですね、かつて、博レポでも、相鉄ホテル2件かな、紹介させていただいておりますけれども、まあ、2017年7月に設立された相鉄グループのホテルの運営会社でございます。まあ、自営で運営している相鉄インとですね、2014年に買収した、サンルートホテルの経営統合のために設立された会社になっています。ということで、今はですね、ホテルサンルート、それからフレスタインが、両方、全国でそれぞれ29件、ソテスフレッサインが43件という形になっていて、ホテルチェーンを展開しているという感じでございます。こちらのですね、ホテルの最寄り駅はですね、ゆりかもめ駅の東京ビッグサイト駅になってます。
ただですね、いわゆる臨海線の、国際天井からもですね、同じぐらいの距離になっていまして、大体徒歩4分ぐらいですかね、っていう形で着くような感じになっております。20階建てのですね、オフィスビルのような外観で、まあ、正門がですね、国際天井側にあるんですよね。なんで、東京ビッグサイト駅から今回行ったんですけども、まあ、ムービーもその形で流させていただいてますが、まあ、とても入り口が簡素でですね、なんかこう、ホテルなのかという感じになります。で、フロント自体も、なんかホテルのフロントというより施設の受付っていう風な雰囲気でですね、ちょっとなんていうかな、拍子抜けするような感じではあります。フロントの横にはですね、アメニティバーが置かれてるはいるんですけども、まあ、チェックイン時にですね、その辺の説明一切なくて、で、歯ブラシもですね、ピックアップして持ってったら部屋に置いてあるみたいな感じだったんで、まあ、この辺はね、ちゃんと説明してあげた方がいいかなとは思いましたね。ちなみに僕朝食付きのプランだったんですけど、朝食チケットもですね、最初なくてですね、後で、あれ、朝食付きのプランだと思うんですけど、って言って、ようやくこう、渡していただいたみたいなところで、ちょっとね、残念な感じの対応でございました。ただですね、逆を言うと、帰りの時にね、荷物を送ろうとして、例えばこう段ボール手配していただいたりとか、荷物を送っていただいたりする時の対応とかは非常に丁寧でしたね。まあ、なんでこうスタッフさんによってね、結構ね、ばらつきがあるという感じの印象を受けました。はい、フロントからですね、吹き抜けで2階に上がる階段ありまして、そこにはですね、ローソンがテナントして入ってるので、結構買い物は便利かなという感じですね。まあ、今回高層階のですね、プレミアムフロアというところ、まあ、つまりもともと B コンテだったところ、オークッドホテル&アパートメントだったところを予約してみたんですけども、まあ、プレミアムフロアへ上がるエレベーターはですね、通常の、フロアのエレベーターとは別で、エレベーターホールの奥の扉にですね、カードキーを当てて入るシステムになってました。はい、それではですね、相鉄グランドプレッサ東京ベイ有明長いのベッドチェックです。こちらのベッドはですね、幅が 140cm のダブルサイズ、長さが 2m ちょうどぐらい、高さがですね、50cm ちょっと低めでございました。はい、そして部屋着ですが、上下セパレートのですね、ワッフルタイプになっていて、とっても着やすくて、静電気もない感じのスッキリタイプでございます。はい、ではちょっと倒れ込んでみたいと思います。せーの、お、ちょっとバウンドする感じでございますね。ベッドマットレスもちょっと古いんですかね。もう一回いきます。せーの、おお、ちょっと5年前から10年前のマットレスなイメージです。部屋の第一印象はですね、なんか想定よりもなんかかなり、狭いなという印象が第一印象でございました。まあ、プレミアムフロアはね、なんかサービスアパートメントタイプだと思ってたんですけども、まあ、実際の部屋にはですね、電子レンジと、2ドアタイプの冷蔵庫はあったんですけども、キッチンや冷蔵庫はなかったですね。撤去したのかもしれないです。はい、まあ、あとね、なんかこう設備の一つ一つがこうマンション感というかですね、なんか生活感があるような感じで一般家庭で使ってるものとあんま変わらないものだったんで、ホテルというよりもやっぱりマンションの一室という感覚がですね、非常に強かったかなというところですね。まあ、プレミアムフロアのですね、売りはバルコニーになってまして、通常フロアにはバルコニーないんですよ。まあ、なんでね、確かに眺望はいいんですけども、バルコニーがね、ちょっとね、綺麗じゃなくて長くいたいと思える感じはなかったかなという感じでございます。はい、朝食はですね、2階のレストランパティオでビュッフェ形式で食べることができます。まあ、大型ホテルということもあってですね、まあ、会場もかなりこう広めで、料理の種類もですね、非常に多くて、これは満足が高かったですね。まあ、あとですね、まあ、なんかビジネスホテルのビュッフェってこう料理の具材がこう最小限だったりとか、なんかほとんどね、気休めに入ってるところが多かったりするんですけども、こちらはですね、一つ一つがちゃんとしてまして、チキンカレーの例えばチキンだったりとか、深川飯のアサリなんかもですね、しっかり入っていて、まあ、ここは感心しましたね。はい、まあ、ちなみになんですけども、今回ね、先にハクレポで紹介させていただいたホテルジャルシティに宿泊した際に見つけました、IHIの何でしたっけ、なんとかアラウンド東京のですね、タイムダイバーっていう恐竜があるやつ、これをですね、見に行ってまいりました。まあ、なんか、なんていうのかな、こう、いろんなストーリーがある劇というよりも、よりリアルにこう、恐竜を感じるというのを重視してる感じだったんで、まあ、子供たちにはですね、ちょっと期待外れというかつまんない部分があったのかもしれないですけども、雪的にはですね、動く恐竜をこう、間近に見れて、非常に良かったかなというふうに思います。はい、ユッキー材でございます。まあ、今回、着目したのはこのプレミアムという部分ですね。
まあ、もともとね、サービスアパートメントで今プレミアムフロアというふうになってるんですけども、エレベーター分かれてるっていうことを除いてはですね、なんか設備がね、中途半端だったりとか、古かったりとか、あとね、ベッドエリアとかバスルームが狭かったりしてですね、あとちょっとね、残念だったのが、窓とかバルコニーがちゃんと清掃されてなくて、っていうところがありまして、なんか全くプレミアム感が感じられなかったっていうところですね。はい、ユキのレビューです。まあ、ということで、お部屋は3とさせていただきました。設備品は、まあ、一通りは揃っているので4とさせていただいております。水回りがね、ちょっと狭めだったというところと古かったというところもあって2とさせていただきました。まあ、サービスもちょっとね、スタッフによってもばらつきがあったりするので3。環境眺望は眺望良かったので4とさせていただきました。ということで、良かった点、残念だった点、右側にこう書かせていただいております。まあ、ということでね、ちょっとね、プレミアム感も非日常感もないのかなという感じと、さっき申し上げたスタッフのサービスにムラがあるな。あとそれ以外で言うとですね、実は空調効くまで結構時間かかるんですよ。やっぱ古いんでしょうね、設備が。あとね、これちょっと本当困ったのが冷蔵庫の音がうるさくて、結構夜中それで10回ぐらい起きましたね。音がついて、なんか冷蔵して、で、ある程度の気温が、温度が下がると、多分その、慣れがなくなるんだと思うんですけど、それ繰り返されるもんだから、ちょっとね、これしんどかったなと思いました。はい。ということで、ユッキーの総合満足度ですが、今回は、B とさせていただきました。まあね、料金もね、決して安いっていうわけじゃないし、プレミアムフロアということでね、期待していたんですけども、まあ部屋自体はね、普通のマンションの部屋と何ら変わらなかったですし、そういう意味では本当に眺望と、朝食がせめてもの救いだったかなというふうな感じでございます。まあただ、口コミがね、見てみると良いから、多分プレミアムフロアじゃなくて通常フロアの方がね、満足度も得られるのかもしれないなぁなんていうふうには、正直思いましたですね。はい、お得度でございます。まあ、今回ね、そういった意味でちょっと割高とさせていただきました。ロケーション、それから面積、設備なんかを総合的に考えるとね、ちょっと割高感は否めないかなというふうに思います。近隣ホテルの状況です。ということで、ここに書いてありますようにですね、まあいろんなホテルございますけれども、安いホテルもたくさんこの辺ありますので、そういった意味で、興味のある方はですね、動画の説明欄で、ホテルにリンク記載してますので見ていただければなというふうに思います。はい、最後にランチを食べたところでございますが、シーフードレストランメヒコ、東京ベイ、有明店。実はユッキーは、シーフードレストランメヒコ30年前に食べたことがあって30年ぶりのメヒコだったんですけども、まあ、ここね、このね、カニのピラフがすごく有名なお店でですね、まあカニ料理がメインのシーフードなんですけれども、まあ今回ね、カニピラフとおすすめカニピラフスペシャルセットっていうのを オーダーさせていただいて、まあ味は以前と本当に似たようなというか同じ味だった気がしますね。まあ食べる評価も後で見たら 3.43 とまあまあなんでですね、おすすめかなというふうに思います。はい。ということでですね。まあ、ちょっとね、中途半端、プレミアムフロアがね、中途半端かなという感じがあったので、まあ、おすすめはね、通常のフロアかなというふうに思います。それではまた。